こんにちは、スイッチマンです。スパロボアルファガイデン、しばりプレイやっていくよ。前回は、ディアナ様が宇宙に行ってしまったので、追いかけたとこまででした。今回、使える機体が限られてる上に、温帯症まで出てくるので、苦戦を強いられることでしょう。改装は YF-19 の武器だけ改造しておきます。それでは始めていきます。3000年待った夢が叶う。実戦の世が来たとな。それではスタートです。使える機体はウィングゼロ、トールギス3、WX-2G ファルコン、YF-19 と21となります。とりあえず、アルマイヤーは逃げようとするので、囲みたいと思います。シーファルコンと合体したこのガンダムなら、そうじゃ、勝てると思うな。思ったよりダメージは小さい。地球人、覚悟はいいか。そいつを待ってた。今回は熟練度獲得を優先させるので、敵の殲滅は難しいと思われます。熟練度獲得条件がターン X の HP を 70% 以下にすることなんですが、このメンツでそれをやろうと思ったらなかなか大変です。サテライトキャノンは必須なので、ガロードの気力を上げていきます。J9 の方々にはコンテナの回収でもお願いしときます。このボドムは HP 回復機能があるので面倒です。っていうか、相手をしてる余裕がないです。アルマイヤーの周りのメッサーラも地味に邪魔です。確かアルマイヤーの HP を 30% まで減らす必要があるので、じわじわ削っていきます。ガルドも魂覚えてくれました。次のターンにはアルマイヤーも動き出すので、メッサーラはその時に倒します。
希望の火は消さない。このステージの唯一の味方増援のカリスです。正直カリス一人が来たところで大して変わらないけど、この中では唯一の援護持ちです。ガロードもそろそろ覚えてくれるはずなんですけどね。ただ援護にサテライトキャノン撃つのちょっともったいないですね。援護に使う武器も選べたらいいんですけど、自動で選択されてしまうあたりがちょっと残念ですね。この援護システムは戦略の幅が広がるのでいいんですが、敵が使うとなんかイラつくんですよね。本当にプレイヤーとは身勝手なもんです。スパロボで敵が精神コマンドを普通に使ってきたらやってられないでしょうね。将来的にオンラインでスパロボを対人でやったら、お互い援護陣形組んだら動かなそう。あんまりやりたくないな。ちょっとアホなコンピューターとするくらいがちょうどいいかな。これで J9 の方々の仕事は終わりです。このメッサーラどもはてっきりアルマイヤーの護衛かと思ってたんですが、どうやら違うようです。一目散にマップの端を目指していきます。あのメッサーラでガロードの気力とかを上げようと思ってたので、ちょっと予定狂っちゃいました。さてどうしたものか。クリティカルデント倒せないだろうな。やっぱりね、ピンポイントバリアパンチ打てるように気力上げときますか。なかなか思うようにいかなもんです。これ、音対象が出てきた時にサテライトキャノン打てるようになってるかな。気力マックスで出てきて、さらに防御までされた状態で、12000以上のダメージ与えなければいけないんだけど、さらに出現して3ターン以内にダメージ与えないと撤退しちゃうし。音対象が出てくるまでスキップします。お前たちの存在は月の秩序を乱すのだ。エンジンカット、必殺流暢飛び、ヤッホー。これ以上は持たぬ、一時撤退もやむを得んか。これは演習ではない。繰り返す。これは演習ではない。今の声はスエッソン・ステロのはずだ。メーカーの意向を傘に来た水ぶくれめ。悔しいオニア版ごときやからは、マヒロの近くにいられるだけでありがたく思え。2500年も演習を続けてきた部門の家柄が、市民どもの寄せ集めの軍とは違うことを見せてやれ。何を血迷ったのか、敵のターンで増援を出してしまうという失態を犯しております。しかもプレイ中はそれに気づいてなくて、編集中に気づくという、ただでさえ熟練度の条件厳しいのに何をやってんだか。
とりあえず、ガロードの気力を上げないと話にならないので上げていきます。ガロードが援護を覚えてくれました。一生懸命ガロードの気力上げようとしてますが、パーラがもうちょいで気合使えるようになるんで辛抱です。できればヒーローも気力上げてマップ兵器で一掃してやろうと、とどめを刺せるように調整しているのに、81% をしれっと外してくれます。以来研究している。任せろ。 X? あいつも X って名付けられたモビルスーツなのか。貴様のモビルスーツに X の称号は不要だ。調子に乗るな。 X は X でもこっちは WX だぜ。発想が幼稚だぜガロード。ってことで恩大将のご出陣です。恩大将の横にマヒローがいるのが嫌ですね。雑魚の攻撃に恩大将の援護とか勘弁してほしいです。てか、これ当たったらヤバくない？シャイニングフィンガーとはこういうもの。やられるもんか。 85% 避けるとかやるじゃない。さすがにこれは当たらないでしょうし、当てれないでしょう。やるじゃない。ではゼクスは底力発動しちゃってるんで、上のマヒローはゼクスに任せておきます。さりげなくスエッソンが紛れてるんで、強化パーツのために倒します。では、メリーベルから倒します。こいつも防御するんで、見た目以上に硬いです。実力の差を思い知るがいい。魂使ってこれですからね。こういうやつには必中使うのがストレスフリーでいいですね。片付きました。ここからスピード上げていきたいと思います。YF19、突撃！
次の敵のターンに備えてガロードを回復。この援護はマジで嫌だな。援護だけで半分近く減らされとるやん。許された。危なかったです。とりあえず資金のために一機だけアルマイヤーを倒しときます。スエッソンは次のターンで倒します。敵のターンですが、ガロードはガッツ発動してるんで、多分避けてくれるだろうと思います。てか、避けてくださいお願いします。やり直したくないです。お願いします、お願いします、お願いします、お願いします。よっしゃー。では、このターンでスエッソンを倒し、音対象の HP を減らします。嫌な命中率です。今日はついてるのか、ついてないのかわからないのでどうだろうか。メガブースターですからね。この程度の戦争、ホールミス3で突破してみせる。なんということを、退却する。よっしゃー。あとはカリスで適当に倒しときましょう。リキ、僕の敵を撃て。戦場を脱出。さて、音対象ですが、そもそも攻撃は当たるのやら。これまた微妙な命中率です。目標を捕捉、近接攻撃に移る。現実の方が面白いな。これ、硬すぎない？あと1万ほど与えないといけないんだけど。外すなよ。ピンポイントバイアパンチを食らいやがれ。ほう、いい腕だ貴様。銀河ラム隊の隊員になるか。ちょっと待て、魂使ってこれ、あと6センチ角をサテライトキャノンで出せるだろうか。ヒーローの攻撃は当たらないから諦めよう。確か 9% ほどだったから当てにならない。ツインバスターライフルで障害を取り除く。さあ、
頼みますよ。今回もなんとか熟練度獲得です。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。